イブルマン、皆さんこんにちは。英語サロンオーナーのゆかりです。私はですね、毎週火曜日に英語のプレゼン会というものをやっていまして、これは何かというと、自分が気になることを英語でインプットして、それを英語にまとめて発表するというものなんですけど、このテーマ、その題材、プレゼンの題材を探すのにいつも使っているのがボイチューブっていうアプリで、これは何かっていうと、 YouTube の動画を使って英語を学べるっていうもので、すごい大好きで、私の英語学習のかなり大きな部分を占めているんですけど、動画もね、本当にね、たくさんのテーマから選べるんですよ。エンタメだったり、ライフハックだったりとか、あと自己成長みたいな、いろんなね、トピックから動画を選べて、すごく英語学習だけじゃなくて、いろんな知識を得るためにも結構役立つんですけど、で、以前のプレゼンでシェアした内容がですね、そのプレゼンのメンバーが私のそのプレゼンの内容をこの実生活に生かしてみて、人生がプラスになったっていう風に言っていて、あ、じゃあこれはみんなともシェアしようと思ってですね、今日この動画を作ろうと思いました。私がプレゼンでシェアした内容っていうのは、マインドフルネスです。マインドフルネス。皆さん多分聞いたことありますよね。私自身、マインドフルネスを手に入れる、取り入れることによって、人生のうちで怒ることがめちゃめちゃ少なくなったんですよ。あんまりムカつかないんですよ。だから日々がかなり平穏なんですね。今日はですね、プレゼンでシェアした内容を皆さんともシェアしつつ、そして私が感情をコントロールできるようになった方法、そのマインドフルネスって一体何なのか、そしてどうやったら手に入るのかっていうのをシェアしていきたいと思います。まず、マインドフルネスは何なのか。私がそのプレゼンを作った時に参考にした動画があるので、そちらをぜひ見てみてください。You may have heard this word mindfulness.Mindfulness is the ability to know what's happening in your head at any given moment without getting carried away by it. Mindfulness is the ability to know what's happening in your head at any given moment without getting carried away by it. ちょっとこの英語を説明すると、at any given moment っていうのは、いかなる時も、どんな時もっていうことですね。そして、get carried away っていうのは、熱中したりとか興奮しすぎたりとかして、必要以上のことをしてしまう。もう熱くなりすぎちゃうっていうことですね。っていうような意味があります。なので、興奮したりとか、まあ、カッとなったりとか、要するに感情に支配されることなく、いかなる時も自分が頭の中で何を考えているのかっていうのを知るための能力。これがマインドフルネスであるっていうふうにこの動画では定義されていました。そうなんですよ。例えば、車を運転している時に、いきなり他の車がカットインしてきて、すごい、なんか乱暴にカットインしてきてっていう時ありますよね。で、ブレーキを、急ブレーキを踏んで、心臓がバクバクしてってなったとするじゃないですか。その後、どんな感情が湧いてきますかね。多分、まあ私だったら、危なみたいな感じで怒りの感情が湧いてくると思うんですよね。まあそれでね、クラクションバーンって鳴らして、追いかけていって煽るみたいな人は多分ここにはいないと思うんですけど、私もそんなことはしないんですけど、でも心の中ではそうしたいみたいな、それぐらい怒りの感情が出てくるかもしれないですよね。で、そんな時に助けになるのがマインドフルネスなんです。そのマインドフルネスっていうのは、さっきも言った通り、その感情に支配されずに自分の頭の中で起こっていることを冷静に見つめられる能力なんですよ。でも、マインドフルネスって聞くと、なんかこう、お坊さんみたいな、僧侶になったような、もう、心がもう、何も波出さずに、ずっと平穏であるみたいな、なんかこう、なんかね、もう大仏みたいな、みたいな感じに思ったりするじゃないですか。マインドフルネスを手に入れても、全然怒りの感情っていうのは湧くんですね。それはもう、どうしようもないことなので、人間なので。なんだけど、マインドフルネスがあると、その怒りとか、いろんな感情に乗っ取られることがないんですよね。例えばさっきの例だと、カットインしてきた車にびっくりして心臓がバクバクしてると。で、その後ですね、ちょっとそのドキドキが収まってきたら、今度は怒りの感情が湧いてきて、どす黒いものが腹から込み上げてきたと。心臓もバクバク言ってる。耳もちょっとなんか熱くなってきた。あ、私は怒ってる。みたいなのが全部実況中継できるんですよ。自分で自分を冷静に客観的に見て、あ、私今なんかすごいドロドロしてる。感情がどす黒いとか、全部客観的に見れるんですよね。そしてそういうふうに自分を客観視して自分をモニタリングできるようになると感情に乗っ取られることがないんですよ。結果、イラついたりとか悲しいこととか全然あるんですけど、でもそれが長く続かない。その場で冷静になってすぐ終わらせてこう切り替えることができるようになります。だから怒っちゃダメだとか、寝たんじゃダメだ、悲しいんじゃダメだっていうふうに感情をダメだっていうふうに言うんじゃなくって、その気持ちは全然あるんだけれども、でも、ちゃんとその気持ちから自分をこう引き戻すことができる。ちゃんと冷静さを取り戻すことが瞬時にできるっていうことなんですよね。例えば私の例で言うと、この間、父親と旅行したんですよ、3日間。で、その旅行中、一度も怒りの感情が出てこなかったんですね。でも大体家族と旅行行って3日間ずっと一緒にいたら、なんか1回ぐらいムカついたりするじゃないですか。もう全然なかったんですよ。厳密には腹立った場面もあったんだけど、でも、その、私はマインドフルネスがもう結構入っていると思うので、その感情が湧いてきた、もう本当に
瞬時 0. 何秒後とかに分析してるんですよね、その感情を。ああイライラしてんな私とか、そうか私はこういうことでイライラするのかみたいな感じで考えてるので、結果その感情がすぐなくなっちゃって、あ全然3日間イライラしなかったなっていう感じになりました。他にも例えば入ったご飯屋さんで料理がねなかなか出てこなかったんですよ。でイラッとしたんですけど、あ私はそうか料理がなかなか出てこないとイラッとするんだな、あそっかじゃあこれからは安い居酒屋さんとかだとそういうことが起こりやすいので、もうちょっとねお金高かったとしてもちゃんとした接客が受けられるところに行こうとかね、そういうふうになんかこう新たな気づきになったりとか。でも私もともとはめちゃめちゃ怒りっぽい人間なんです。どれぐらい怒りっぽいかっていうと、元彼とですねご飯屋さんに車で彼の運転で行って、でその彼がお店のドア入り口とすごい遠いところに駐車場にね止めたんですよ。でも入り口のすぐ近くが空いてたんですよ。でそれでめっちゃムカついてもともと無駄が嫌いなのですごく、でなんでここ空いてんじゃん、なんでそっちに止めるの、歩かなきゃいけないじゃんみたいな感じでブチ切れて、それで結果もういいわっつって、あの店に入らずご飯も食べず帰ってくるっていう、それぐらい短気なんですよ。結構やばいでしょ。その短気さに悩んで怒らない技術とかね、なんかそんなような本を真剣に読むぐらい短気なんですよね。そんな私が3日間一度もイラッとはしたんだけれども、でも怒るみたいなことをしなかったっていうのは結構すごいと思うんですよ。じゃあ次はどうやって手に入れるのってことですよね。はい、それはですね、まあ皆さんもお察しかもしれませんが瞑想です。瞑想についてはですね、やり方とかね、前に動画でシェアしてるのでリンク貼っておくので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。私は結構ですね、この1年間ぐらいやってる時期があったりとかやらなかったりとかして、でも今は半年間は続けていますね。だいたい半年間ぐらいかな、もう7ヶ月ぐらいかな、うん、4月に始めたので、そこから今まで続けています。だいたい朝ごはん食べ終わって15分から20分ぐらいで、時間ない時は10分ぐらいやっています。でもちろんできない時もあるし、そのめんどくさと思ってやらない時もあるし、あとは最近動物の森やってて、動物の森やりすぎて熱中して、あ今日瞑想忘れてたって時もあるし、そんな感じで、まあ、週5回ぐらいかな、平均してやっています。で瞑想をするとその集中力が高まるとか言うじゃないですか。で私の場合ですね、あんまり集中力にはいい影響がなくって、今のところそのマインドフルネスの方ですね、こっちがすごい効果が私は出ています。でなんで瞑想がマインドフルネスを得るためにいいのかっていうと、瞑想っていうと多分皆さん頭を空っぽにすることっていうイメージがあると思うんですけど、そうじゃないんですよ。頭を空っぽにするのではなくて、何かに集中することが瞑想なんですね。まあ、一番簡単なのは息に、自分の息に集中することなんですけど、吸ってとか吐いてっていうのを意識して、なんか肺の広がりとか、あとは数を数えてもいいんですけど、何かに集中することが瞑想なんですよね。だから頭空っぽにしてって言われても無理じゃないですか、絶対。空っぽにすることではないんです。で、どんどん煩悩が湧いてくるじゃないですか。息に集中してても、あなんか昨日の YouTube 全然見られてなかったなとか、今日サロンライブ何やろうかなとか、あつもりやりたいなとか、なんかね、もう煩悩の塊なので、もうすごい湧いてくるじゃないですか。で、湧いてきた時に、こう、引き戻すですよね。湧いてきて、ちょっとそのこと考えるんだけど、あいかんいかんと思って、こう、また息に集中する。で、次に湧いてきたら、ちょっとそのこと考えるんだけど、いかんいかんと思って、また引き戻す。この引き戻す作業っていうのがすごい大事なんですよ。それでは戻す、それでは戻すっていうのを繰り返すことで、今、あ、自分が集中してるところから、それてるなっていうのに気づけるようになるんですよ。そして気づいて戻す。気づいて戻す。これ、さっきのマインドフルネスと一緒ですよね。自分が、あ、怒ってるな。それに気づいて戻す。あ、私悲しいと思ってるな。それに気づいて戻す。この作業をずっと瞑想中にしているので、だからマインドフルネスが手に入るんです。だから戻れた回数、引き戻した回数が多ければ多いほど、どんどんマインドフルネスが手に入っていくので、だから、下手くそな人、私下手くそなんですけど、瞑想すごい煩悩湧いてくるんですけど、そういう下手くそな人ほど効果があるんですよ。だから私集中できないとかいう方が結構いるんですけど、いや集中できないからやるんですよっていう、集中できないから効果出るんですよっていう感じなんですね。なのでですね、まあ、怒りっぽい私みたいな方だったりとか、あとは悲しみやすい人、悲しみやすい人っていうか、なんて言うんだろう、落ち込みやすい人か、落ち込みやすい人もすごいおすすめします。マインドフルネス、瞑想によって得られるマインドフルネスおすすめします。なんでかっていうと、悲しくなるのはしょうがないんですけど、さっきも言った通り感情なので人間なので、なんだけど、あそっか私は今悲しんでるんだ、自分の英語がダメダメで悲しんでるな私って、冷静にモニタリングしたらどっぷり使わなくて済むんですよね。はい、この引き上げてくれる、自分を引き上げてくれるので、マインドフルネスが。なので怒りっぽい方、落ち込みやすい方、
嫉妬の心がすごい出てきてしまうとかね、そういうなんかこう感情に結構振り回されがちな方は本当におすすめします。では最後にこちらをお聞きください。 Mindfulness is not going to solve all of your problems. Nonetheless, this is a superpower and one that is accessible by you. Mindfulness is not going to solve all your problems. Mindfulness はあなたのすべての問題を解決するわけではないけれども、 Nonetheless, this is a superpowerAnd one that is accessible by you. それでもなお、マインドフルネスっていうのはスーパーパワー、特別な力であって、そしてあなたも手に入れれることができるっていうふうに言ってますね。はい、そうなんですよ。マインドフルネスでは全ての問題を解決することはできません。料理が早く出てこなくてイラッともするし、英語ができなくて落ち込むこともあります。でもその感情をコントロールできるようになって、感情に溺れずに常に自分の意思で感情を選択できるようになる。のがこのスーパーパワーマインドフルネスなので、ぜひですね、いいなと思ったら今日から瞑想を始めてみてください。はい、私が6ヶ月間ですね、約6ヶ月間続けてきて瞑想ですね、どんな風に変わったのか、マインドフルネスが手に入ったということですね、今日はシェアしました。役に立ったなと思ったらぜひいいねボタン押してください。 Alright, thank you so much for watching. See you guys next time. Bye bye.